スターターモーターのマグネットスイッチの点検をします。はじめにフランジャーの吸引点検をします。吸引点検では次のような回路図を作ります。それでは吸引点検の回路を作ります。次にホールディングコイルに流れる電流でフランジャーの吸引が保持できるか点検します。端子を外します。